下関まで行きます。雨、始まりはいつも雨。歌えなくなりました。誰かさんのおかげで。アホが気に入った曲だったのになんか自滅しやがって。アホったれが。破滅した現地で芸術という意味では、電気自動車リーフです。日産リーフです。試乗車借りました。1泊2日のところをなぜか2泊3日いいそうです。体感していただいて気に入ったら買ってくださいっていう話なんですけど、自動車評論家の園部豊氏は、こういった形で乗って、なんていうかな、自動車評論家さんたちって、要は、なんていうかな、こう乗ってもらって、ね、こういろいろ評論してもらって、どんどんということで、だから、園部さんは、1年365日だけど、300台、試乗してありましたね、と本人はおっしゃってました。私、全部見たわけじゃないんですけど。そういうことで、で園部さんがこう実際に所有してらっしゃった車はダイハツだったんですよ。でそのもうダイハツのね、社長と約束をしてたと、ね、もう私は生涯でダイハツしか乗れませんと。でそういうこうなんていうかな、コストパフォーマンスとその内容の良さとコストパフォーマンスがちょうどこう彼の金銭に合ってたんだ、触れたんでしょうね。とにかくダイハツしか乗らないと、一生ダイハツしか乗らないということで、実際に、園部さんの、車はダイハツでした。で私そういうね、園部さんに相当影響を受けたので、ダイハツで買おうかなと思って見たんですけど、やっぱいまいちデザインが悪いんですよね、こういったなんですけど。で結局ワゴン R でした。ワゴン R で一番最初に乗った車はカローラ2でした。赤いカローラ2でしたね。で次が日産で、あれ日産何やったんやろ、ネイビーブルーのあれは乗ってて、すごく で次にうちの母がベンツにしたので、ベンツ BMW でした。はい、で私はベンツも BMW も乗ってる分にはいいんですけど、運転しづらいんですよね。私はちょっと運転しづらかったので、ワゴン R、 軽自動車のワゴン R をずっと愛用してまして、今もワゴン R です。春町号と呼ばれています、みんなからね。で今日は日産リーフに試乗してます。本車両の保険は下記の内容となっております。対人賠償無制限、対物賠償無制限、人身障害3000万、搭乗中のみ、車両保険は控えるということで、車両保険は私が300万のにこう入っているので OK だということで、保険の確認を昨日受けまして、免許証を確認。こんな時はゴールドカードっていいですね。今度コース見たらゴールドカードじゃなくなるんですよね。妹とスマホで電話、横浜の妹と電話してる最中に出されまして、ちょっとそれで切符切られたので、次はゴールドカードじゃないんですよ。その前はだいぶシートベルトをしてなくて捕まってましたけど、お世話になっておりましたけど。ほう、粕谷松陰塾復興九大進学を目指そう。
毎日通い放題の塾、小中学校、小中学生5教科、松陰認定校、松陰、無料体験受付中、中高受験完全個別、松陰、粕谷松陰塾、親をもう心に勝る親心を今日の訪れ何と聞く、英検完完熟検、その漢字熟語検定、英検大人の針と子供の針と、こんにちはさようなら、コツコツカッチン動いてる、時間に行こうと思ったらまずいな。全然か。音声でご案内はしません。なんで？音声でご案内はしません。だね。分かったよ。9時半。バッチリやん、ちょうど。そう、内側が白っていうかベージュみたいなのってすごくいい感じですけど、この手すりのとこ、手のとこが汚れる。うわ、汚い。考えもんやね、やっぱアルカンターラが使われてますよ、アルカンターラが。
し日産に変えたら、何年ぶりの日産かなって感じ。後ろは、これにも春町の宣伝つけるとか私欲しかったら今あの電気自動車日産リーフにの試乗の様子を、ライブ配信してます。まあちょっと面白くない画面なので、こう外から映してるようなのは何もないので面白くないと思うんですけど、ちょっととりあえず高速に乗る前にあの ETC カードをちょっと店に取りに行ってるんですよ実は。それでちょっとすみません、後ろ見ながらバックするの怖い。私やっぱ自分の目視じゃないと無理だ。目視じゃないと無理。後ろのがついてたって私は見もしません。よいしょ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 。で最後のこの後ろ、あ、この後ろ見るのは便利ね。ああはいはい。ってことで違う。パーキング。はい。で。よし、ではちょっとちょっくらい行って。